こんにちは。24時間走れる男、としろです。私の過去の栄光はこちら。私は24時間で何キロ走れるかっていう競技ですね。24時間マラソン、24時間と共に言いますけれども、この競技をやっています。で、明日は選考会の、神宮外苑でのレースということです。で、ちょうど今、神宮外苑に来ているということです。で、ここが本拠地が置かれて、この周回 1.3 キロをぐる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 走る。後ろには国立競技場も見えますし、最後に走ったのは2019年ですかね。そこからコロナ禍で開催されていなかったですけれども、風景はかなり変わったんじゃないかな。明日のために食事の買い出しを今から行ってくると。変わってないかどうかの下見に来ましたという、はい、それでは大会当日の風景も紹介できればとは考えてますので、これからもお付き合いいただければと思います。それでは買い出しに行ってきます。はい、それでは、ホテルに到着しました。明日のエネルギー補給を並べましたので、ぜひ、皆さんに見ていただきたい。私はですね、こうやって表にして、妻に何をどの時間帯で出してくださいっていうことを、分かりやすくまとめていると。基本はジェルを1時間に1つと、あとその他にも、羊羹とか、食事とかパンとかっていうのを、入れながらエネルギー補給を構成している、はい、それでは実際に私がどんな感じで24時間走り続けるのかご紹介したいと思います。結構想像しにくいと思うので、見てもあまり引かないでください。こんな感じです。それでは参ります。じゃん、こんな感じです。基本ですね、ジェルで構成されているので、1時間後に食べる、これはメダリストですね。メダリストと、あと、チャレンジャー、これ胃に優しいっていう、食べれなくなったら終わりというところが24時間その特徴ですので、これは今回新しく取り入れました。で、今人気のあるアミノサウルスですね。途中アミノサウルスのカフェイン入りを入れて、スキッとさせたりと工夫として入れている。なので、それをこの時間ごとにジェルを並べて取れるようにしている。ここはなんかこうランナーの皆さんだったらイメージできるのかな。ただ24時間走り続けるっていうことは、250キロ走ったとしますと、私60キロあるので、かける250キロで1万5000キロカロリー取らないといけない。なかなかってか、もう普通無理ですよね。今のジェルこれで100キロカロリーなので、それを150個食べろっていうのはちょっと無理なので、それは体内に溜めている脂肪をエネルギーに変えたりとで賄っていくけれども、とはいうもののエネルギーできるだけ、取り続けないといけない。たくさん食べないと体が止まってしまうというところで、私が好きなパンを入れてると。一つそれぞれ好きなんですけど、私はこの薄皮クリームパンが好きなので、一つポンと口に入れても食べやすいです。なのでこれを、30分に1個ぐらい出してもらってジェルプラスで食べれると。24時間マラソンのいいところは、リング外苑1周 1.3 キロなので、 1.3 キロに1回サポートを受けることができる。ぐる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 回って、でそこで次パンが欲しいって言うとパンが食べれる、次ジェルが欲しいって言うとジェルが取れるというところがメリットとしてあります。なのでこれだけパンも用意できますし、寒くなって、10時間に1回はこうやってカップラーメンも食べるというのが構想として入っている。これを止まった状態でこうガーッとかき込んで、食べるということも取り入れますし、結構これはみんな超ウルトラランナーの中では頻繁に行われているかな。パンは取り入れてる人少ないかもしれないですけれども、気軽にこれだけで500キロカロリーありますので、カロリーが取れると。明日その大会その日だけはですね、カロリーのことを気にせずにたくさんものが食べれると、幸せな日にちと想像してもらえれば、なんか楽しくなってくる。ランチパックとかも気持ちしますので、今回初めて卵を入れましたけど、よりこう食欲をそそるものを、導入していこうと考えてます。で、基本ジェルだけれども、30分に1回この
アンドゥとかですね、スポーツ羊羹とかを入れながら、できるだけ高カロリーな食事にしていきたい。で、途中で定期的にブドウ糖を入れたりとか、あと、アミノバイタルを入れたりとか、できるだけ脂肪もエネルギーにしたいということで、MCT も新しく取り入れてみました。なので常に変化して、改善して工夫していってるけれども、間違いなく言えることは、これ全部食べれたことは今まで一度もありません。12時間が過ぎて、食欲が湧かなくなっていって、何も食べれなくなっていくという過酷な時間に入っていきます。なので、そこからいかに食べれるものを用意していくか、これだったら食べれる食べれない、例えばこれは文明堂が出してるカステラですけれども、結構しっとりしてて喉越しがいいというものなんですけど、これだったら食べれるかもしれないということで置いている、はい、なので、あと脱水になった時に OS1 を投入したりとか、あと夜は胃を温めたいので、プルーンと蜂蜜を溶かしたホットのドリンクを導入していこう。で、今回初ですけれども、スポーツドリンクとエネルギーが一緒になっているものを取り入れていこうとか、できるだけ胃がやられた時でも、より走り続けるためにエネルギーを入れていくという工夫がされている。あとは胃薬ですね、食欲がなくなっていくので、胃薬を導入したり、腸から吸収されていきますので、成長剤を用意していたりとか、エネルギー系ですね、エナジードリンク、夜は本当に眠くなるので、エナジードリンクのカフェインでシャキッとさせたり、コーラでシャキッとさせたり、コーラは本当にブドウ糖も入ってるし、すごくおすすめですね。これ超ウルトラランナーほとんどの人が取り入れるドリンクかと思います。で、メガシャキを用意していたりと、最終的にはもう眠くなっても眠気止めを飲んで走り続ける、これらが24時間終わった状態の時に、なくなればなくなっているほど調子が良かったというバロメーターですし、本当にダメな時はもう半分以上残って家で食べるというようなことにもなってしまいますので、これだけエネルギーを用意していると。ただ24時間マラソンを俺たちはしないよ、私たちはしないよっていうところの方がほとんどかな。これだけ取るんだねと、じゃあここから100キロに落とし込んだら、フルマラソンに落とし込んだらってなると、非常にイメージしやすいんじゃないかな。私たちこの24時間で過酷な競技の中で、これだったら食べれるっていうものを用意してますけれども、それが100キロになれば、例えばここで 1,2,3,4,5,6 用意してますけれども、ジェルが6個あります。10キロに1つなのか、1時間に1つなのか、ここはそれぞれ皆さんの練習の時の感触からも判断できる。一般的に10キロに1つ用意したとして、100キロを10時間で完走しようと思えば、9個から10個必要になってきます。この好きなジェル、やっぱり胃が弱いので胃に優しい系のジェルを取り入れるであったりとか、私はメダリストが好きなので、好きなジェルで勝負していくと工夫がされていく。カフェインを入れてシャキッとさせたい。なのでジェルだけだったらどうしても100キロでも飽きてくるので、だってアンドゥを入れていくとかですね。で、その他ブドウ糖を入れていくというところは一つの、工夫じゃないかな。この中で試してみたいなっていうものがあれば、取り入れてもらえたらなって。一つですね、私のその中でのもう一つ工夫、さらに一つの工夫としては、ビタミン B 群と C 群と、鉄剤ですねを入れてるっていう。なので、鉄がなくなっていきますから、集中力が欠けていったりとか、血液に酸素を運べなくなっていったりとか、鉄剤を入れてると。あと、痛み止めですね、ここはウルトラマラソン100キロでも必ず持っていきますし、フルマラソンでも持っていくようにしてます。なので、後半どうしても足が動かなくなったり痛くなったりするとき出てくるんじゃないかな。ここはお守りとして持っておくと、非常に最後のラストスパート効いてくる。ぜひ導入してみていただけるといいんじゃないかな。100キロに落として考えましたけど、じゃあそれフルマラソンでっていうところも非常にイメージできたんじゃないかな。フルマラソンを4時間で5時間で6時間でって感想を考えれば、1,2,3,4,5 これだけで成立するわけなので、その中にどういうジェルをこだわりとして入れるのか、カフェイン入りなのか、好きなジェルなのか、もしくは胃に優しい系なのか、工夫していくといいんじゃないかな。味の好きなものを入れたりとかですね、あとはどうですか、
ですね、羊羹を入れてみたりとかっていうのは、これあのその日に一つの材料になりますので、プラスエイドのところで食事をとったりしていくと、フルマラソンも楽しく完走できるので、ぜひ導入してみてください。なかなかね、これ文明堂のカスラとかすごく美味しいんですけど、これをね携帯して走るとなるとちょっとあの荷物になっちゃうんで、いやそこまではなってくるかもしれないですけれども、フルマラソンの時は携帯しやすいもので、よりエネルギーになりやすいものを導入していくと、すごく結果が良くなってくるんじゃないかな。私の24時間の食べる食事たち、お給食ですけれども、まあ、これを100キロに落とし込んでみたりとか、フルマラソンに落とし込んでみたり、何よりも自分が気持ちよく補給できるものっていうのが、まあ、一番あの適してるので、私は結構24時間の中ではパンを取り入れますし、練習の中でもあのロング走するときはこのパンをリュックの中に一つ入れて補給をしながら走っていくというところも特徴の一つ、ぜひあの参考にしていただきながら、あのいいところは取り入れて、いやいやいやそれは嫌だっていうところはもう除外していってもらえたらいいんじゃないかなと、はい、思います。以上です。今日はあのエネルギー補給、まあ、明日ちょうど24時間マラソン、24時間走がありますので、紹介をさせていただきました。これをできるだけ、たくさん補給できていい結果につながればと、これからもですね、皆さんにとって有益な情報を、少しずつ配信していきたい。もしこんなこと知りたいところがありましたら、あのメッセージにも書いていただけると嬉しいですし、これからも見てみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録お願いできればと。本日は以上になります。ありがとうございました。